0点です。あえダメですか。すぐダメ出し入った。ラブホテルです。いや最悪だ。楽だな。ああまあでも僕も恋愛リアリティショーは出たことありますから。はいはい、一応ペロペロハウスってやめろ。恋愛リアリティショー、あれ恋愛リアリティショーじゃねえわ。一応出させてもらう。消そうだけど。はい、ペロペロハウスという、おい、まあ、結構傷つくねリアリティショーだったんですけども、まあそのペロペロハウスに出て、おい、やっぱり成長した部分とかもあったんで、あるかあんなもん。だからまあ僕もこういうのに出てまた一皮むけたいなという、おい、はい、どことかけてんだよ。そういう気持ちありますけど、気づいてしないでください、お願いします。ガンガン出たいとは思って教えてますよ、教えて。僕はやっぱあれですかね、まあサウナ好きなんで、サウナ誘っちゃうかも。いや別々でしょ。別々に、いやもう一緒に、一緒に。 あれですよ、もちろん水着とか着てですよ。ああ、やっぱびっくりした。もう一発目から裸の付き合いにしといた方がいろいろ明かせるんじゃないかなと。それ使っていい、全部。えそれ使っていい、おーいいや、うぶおすぎるってお前。いやでもごめんなさい、0点です。あえダメですか。すぐダメ出し入った。そう、初めてのデートとかで、うん、やっぱ汗かいてこの化粧が取れるとか、うん、確かに、はい、全然分かってない。ダメなんだ。あぶね。大久保さん教えてあげてもいいですか。お願いします。この子モテないよ。本当にまあモテないでしょうね。美女がいいだけ。ダメでしたね。ハヤトは美女がいいだけ。まあモテないでしょうね。大久保さんだったらどこがベストですか。うんうん、私はもう日が暮れてあんまり直射日光の元見られたくないんで、夕方6時以降日が落ちたぐらいからもう飲み行って意識をモールドさせて2軒目行ってもうラブホテルです。いや最悪だ。おい楽だな。やってんだよあんた。楽だな。大人だな。大人だから楽だな。ちゃんとラブホテル話が早えや。アダルトすぎる。凛太郎さんはいかがですか、どんなデートをされますか。うん、僕も結構すぐ結果を求めたいタイプなので、実家に連れてきたいな。早いな。いや怖いよ。怖いよ実家は。両親だよって。早い、追い込みが早い。プレッシャーが、うん、どうですか兼近さんは。そうですね。自分がそのテレビとかで受けたやつあるじゃないですか、うん、あれ家でずっと見せてキモでしんどい、まあ、積み上げてしんどいで自分が行ったロケの場所とか連れてって、あここでああいうボケして受けたんだよっていう、めんどくさい。自分のいいところを進めたいなって。いやいやもう0点です、0点ですね。自分大好きなんだなって。お二人モテないんじゃね。進めたいですね。絶対僕ら見守っちゃいけないです。でも勉強になったし、ね、勉強だ、うん、めちゃくちゃ勉強になった。勉強すなよこれ見て。大久保さん、じゃあ今のだったら皆さん0点みたいな感じ。0点ですね。だって実家も実家自分の部位、はい、サウナでしょ。0点ですよ。なんで俺らラブホテルに点数つけられなきゃいけないんですか。本当っすね。ラブホテルも0点でした。みんな0点でした。そんな人が見てますよ。